最強デュエリストのデュエルは全て必然。ドローカードさえもデュエリストが想像する。シャイニングドロー来ました。最強すぎる。コナミさんありがとう、本当にありがとう。今回ですね、5月の2日、新スキルが実装になりまして、ゼアルウェポンというスキルが実装になりました。どういうスキルかというと、自分のライフポイントが2000以下の場合、自分のターン開始時に適用されるユエマとアストラルでオーバーレイネットワークを構築、ゼアルとなる。なんてかっこいいスキルなんだ。つまりですね、このユエマ君とアストラルがゼアルに変身できるってわけですよ。このゼアルにね。で、ゼアル変身後、自分のエクストラデッキにカオスナンバーズ39、希望応報プレイが追加されると。で、ドローフェーズ時、通常のドローを行う、前に、デッキの一番上のカードを見て、そのカードをゼアルウェポンモンスターにすることができ、さらに、自分のメインフェーズに手札からゼアルウェポンモンスターを、特殊召喚、特殊召喚というか、フィールドに出すということができると。この効果、一回ずつ使えるということね。引いたカードを出せるっていうことですね。でですね、まあ、ゼアルウェポンっていうのはいろいろあってね、こんだけ、しかも任意のゼアルウェポンにできるんですけど、最強のデュエリストはドローさえも想像するんで、作るんでね。で、まあ、いろんなゼアルウェポンあるんですが、まあ、一番強いのは、このレベル5 の、 ゼアルウェポンが大体強くてですね、まあ、例えばこれ。これは、装備モンスターが対象に取られなくなるというカード。ですね。で、打点が1300アップすると。で、ゼアルウェポンっていうのは、基本的に手札から、ホープモンスターに、装備するっていう効果を持ってるんですよ。モンスターだけど装備できるっていう、まあ、装備魔法みたいな感覚ですね。なのでこのゼアルウェポン、トルネードブレードとか、このライトニングブレード、これはね、装備カードが効果で破壊されなくなるっていう効果なんですけども、これを、つけて、でホープレイでぶん殴るっていうデッキに、してきております。でホープレイの効果っていうのはライフポイントが1000以下でないと使えないんですよ。そこで私はいろいろ考えた結果、最強のカードがね、見つかりましたんで、皆さんにもご紹介をしていきたい。神の忠告というね、このカードですね。これだと3000ライフポイント払えるんですよ。つまり、すぐ即座に相手のカードを無効化しながらライフポイントが1000回できると。これ最強です。まあ、もう一個あって、もう一個は新、グレーの指名者を使った後にコズミックサイクルをするっていう、この効果。で、2000と1000で、1000以下にできるということですね。なので、このギミックを、まあ、大いに活用し、ライフポイントを1000以下にし、で、あとは、一番初動のモンスターをめっちゃ入れて、一番初動のモンスターで、ホープを出し、で、このゼアルウェポンによって、ホープレイを出し、ゼアルウェポンをつけて、ぶん殴っていくと、これでワンキルすると、そういうデッキでございます。ぜひね、遊戯王ゼアルゴックがしたい方は、このデッキ組んでいただいて、ちゃんとスキルもゲットしていただいて、やっていただければと思いますんで、早速、デュエルの方ご覧いただきましょう。シャイニングデュエルスタンバイ。さあお相手だったユーマ VS ユーマ、絶対に勝つとユーマ、私のターン、行くぞユーマ、俺のターンだ。まずはレスキューラビットを召喚、レスキューラビットのモンスター効果発動。レスキューラビットによって誰やねモンスターと誰やねモンスターをデッキから特殊召喚するって、これは許してくれ。なんかオノマトでやってたけどオノマト全然決まんねえんだ。やっぱ1枚で2体出せるのは強え。そして2体のモンスターでオーバーレイ。我が戦いはここより始まる。もう一回いきます。我が戦いはここより始まる。白き翼に望みを託せ。現れろ機械の下、ナンバーズ39、希望ホープ。そして最強カードを1枚伏せさせてもらうぜ。ターン終了。まあ、オノマトだとしたら多分ね、多分なんですけどこれシスター止めたらなんとかなる説あんだよ。結構手札5枚忠告で1枚止めてなんとかできるかな。まあ、ホープの効果はあるんで、あー OK、 いいだろう、いいだろう。あっちの方、相手の方がこれは止めない。相手の方があれしてるぞ、ユーマしてるぞ。オノマトランスいいだろう。オノマトランスの効果で何を戻していく。これね、止めどころ、これ耐えれるかな俺これ耐えれるかな。アストラル、アストラル答えてよ。俺ライフ守れるかな、地獄打ったらシスターに。でバンチオとシスター OK で、シスター召喚はもう無効にしてた方がいいんですよね。サーチ入るんで。あーバスターか、バスター、いやバスターはいいよ。バスターもうしゃーないわ。特殊召喚あれだもんね、ドドド、バンチオってガガガガズババですもんね。だからドドドいても特殊ができないんで、いやシスターはもう止める、もし無理、神の忠告発動。
俺はライフポイント3000支払い、お前の召喚を無効にするぜ。つまりサーチは入らない。ウィンドやめてくれ。ウィンドはきつい。ウィンドはめっちゃきついからやめてくれ。いやでもこれシスターいなかったらウィンドサーチいないんだよ。オッケー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 。耐えたか。耐えた。ここまではいい。来た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 。分かってる。俺のターン。俺のターン。私たちの勝利の方程式だ。俺と私でオーバーレイ。陶器二つの魂が交わるとき、語り継がれし力が現れる。きたー。かっこよすぎ。シーズチェンジゼアル。シーズチェンジゼアル。誰が遊戯王と言った。これは変身アニメだ。最強デュエリストのデュエルは全て必然。ドローカードさえデュエリストが想像する。全ての光を力を我が右腕に宿る希望の道筋を照らせ。シャイニングドロー。スキル発動。俺はドローをゼアルウェポンに変換する。何、カードの効果を書き換えた後。行くぜ。俺は希望ホープ一体でオーバーネットワークを再構築。シーズチェンジ。希望の力、混沌を光に変える使者。カオスエクシーズチェンジ。現れろ、カオスナンバーズ39、希望ホープレイ。召喚ムービーをどうぞ。神ゲーそして手だからゼアルウェポントルネードブレードの効果発動。このカードはホープの装備カードとなり攻撃力をアップさせる。さらに、さらに相手はこのカードが装備されているモンスターを効果の対象にできない。しゃあ、そして希望ホープレイの効果発動。オーバーレイユニットを1つ使い、お前の打点を1000下げ、俺の打点を500アップさせる。この効果はオーバーレイユニットの数まで発動することができる。いけ、希望ホープレイの効果。いくぞ。しゃあ、俺が父ちゃんから教わったカットミングはこれが俺たちの力。ゼアル、シャイニングドロー、最高。デュエル最高。最後10だなっちゃった。さあ、お相手の方、不動優勢、よろしくお願いします。デュエル3倍。私のターン。絆かな。ですかね。さあ、とりあえずレスキューラビットの効果発動。自身を除外し、ダレアネモンスターとダレアネモンスターを出していく。これはカッターシャークがいるからあれなんですよ。実はあれなんですよ。カッターシャークがいるからレインボーフィッシュしてるだけであって、別に何でもいいんです。これは水属性のレベル4のなんか魚とかであれば。行くぜ。我が戦いはここより始まる。しのき翼に望みを託せ。ナンバー39、希望の使者、希望ホープエクシーズ召喚。そして最強カードを1枚セット。ターンを終了。さあ行くぜ、優勢くん。あー無理でーす。神の地獄発動。お前のモンスターの召喚は無効化させてもらう。この効果はカウンタートラップ、ハーピーズネストじゃない、スワローズネストとかもチェーンすることはできない。カード1枚ヒット、怖えな。勝利の方程式だ。しゃあ、これで渡してオーバーレイ。陶器2つの魂が交わるとき、語り継がれし力が現れる。きたー。2つの魂は光をいざない。あれカオスロジャーじゃないか、それエクシーズチェンジ。誰がカードゲームをやってると言った。これは変身アニメだ。これは仮面ライダーみたいなもんだ。ドローカードサイモン、デュエリストが想像するぜ。全ての光を力を我が右腕に宿る希望の道筋を照らせ。シャイニングドロー。シャイニングドローによって俺はトルネードブリンガーを手札に加えていく。そして希望ホープ一体でオーバーレイネットワークを再構築。カオスエクシーズチェンジ。カオスエクシーズチェンジ。
希望の力、混沌を光に変える使者。来い皆さん、召喚ムービーをどうぞ。現れろ、カオスナンバーズ39、希望をホープレイ。いやかっこよすぎるぜ、この召喚ムービーかっこよすぎるぜ。来てるぜ、かっこよすぎるぜ。そして俺は手札からゼアルウェポン、トルネードブリンガーの効果、ホープレイに装備することができる。そしてさらにカッターシャークを攻撃表示で召喚、カッターシャークの効果発動。なんか光んねえな、あの世界なんだあれあれなんだ、あのカードなんだ、光ったな。効果すか、効果だ、やばい、あれ多分効果や。2体、これちょエクシーズチェンジしよう、これエクシーズチェンジでいいか、これエクシーズ召喚したらこれもう対象取れないんで、これ効果出てない。よし、せい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 、オッケー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 、きた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 、ちょっと危ねえ、あれ効果出た、多分バトルフェイズだ、バトルだ、行くぜ、希望ホープの攻撃、ホープ剣スラッシュ、そして希望フォープレイの攻撃。勝利の方程式はできていると。いけプレイヤーにダイレクトアタック、ホープ剣カオススラッシュ、おっしゃマジで遊戯王デュエルリンクスって神ゲーだわ、これやってくれればいいんですよ、コナミさん。さあお相手の方ハゲ、このガンクセ怖いな、ハゲは俺のターンだ、ハゲガンクセ怖いけど、レスキューラビットは召喚していくぜ、いくぜ、レスキューラビットを召喚、レスキューラビットの効果発動、レスキューラビットはデッキから通常モンスターを2体特殊召喚することができる、そしてレベル4のモンスター2体来るぞ、ユーマン、ああ来るな、誰やねモンスターと誰やねモンスターでオーバーレッドワークを構築、エクシーズ召喚、現れろナンバー39、希望ホープ、我が戦いはここより始まる、白き翼に望みを託せ、現れろナンバー39、光の使者、希望ホープ、そしてカードを1枚セット、ターンを終了、行くぞ私のターン、しゃ来た、いけるぞ、これはこれは最強だ、ドロー、さあなんだてめえのデッキは、局所ねえの怖えな、ハゲは局所引き手人生で終わったか、そんなことは関係ねえ、トルネードブリンガーを装備すれば対象には取れなくなる、ここを攻撃表示で召喚、それは無理だろ、神の忠告発動、なんだこれ、サンダードラゴンか、それともあれかメタファイスか、ちょどっちにしても無理だ、魔法発動、やべえ、ちょレビオニアだけほんまにやめてもらっていいですか、レビオニアだけほんまにやめてもらっていいですか、ちょレビだけ本当にやめてください、マジでちょ本当に一生のお願い、クソおもんないから、それクソほどおもんない、モンスター効果発動、あサンダーだろうか、それはいいわ、それはいい、それはね別にモンスター特殊召喚、あこれアドバンスかな、モンスター効果モンスター効果、アドバンスしないんだ、なるほどアドバンスではない、まあ、レベルコピーねえから無理か、言うて、あよけ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 、オッケー、勝利の方程式来た来た、俺と私でオーバーレイ、陶器2つの魂が交わるとき語り継がれし力が現れる、あとどうでもいい話なんですけど、あのこの変身、まあ、BGM ちょっと僕奥にしてるんですよ、変身するときのあれで、あのこれエクシーズジェアルしたときの BGM めっちゃかっこいいんですよ、マジでかっこいいんですよ、局所いらねえわ、最強デュエリストのデュエルは全て必然、ドローカードさえデュエリストが想像する、シャイニングドロー行くぞ、さあ皆さんご一緒にシャイニングドロー、もちろんゼアルウェポントルネードブリンガーを手札に加えるぜ、そして希望をホープ一体でオーバーレイネットワークを再構築、カオスエクシーズチェンジ、希望の力、混沌を光に変える使者、カオスナンバーズ39、現れろカオスナンバーズ39、
希望ホーププレイ。さあ、かっこよすぎるぜ。あまりにもかっこよすぎるぜ。そして希望ホープレイのモンスター効果発動。オーバーレイユニットを一つ使い、お前の攻撃力を全下げるぜ。そして希望ホープレイの効果発動。希望ホープレイはこの効果をエクシーズ素材の数まで使うことができる。つまりこの効果は一旦に3回使うことができる。そして手札よりゼアルウェポントルネードブリンカーを装備。このカードはホープの装備カードとなり攻撃力をアップさせる。行くぜ、バトルフェイズだぜ。装備されているモンスターを効果の対象にできない。そう、効果の対象にはできない。行け、希望ホープレイの攻撃。方程式はできていると。オープケンカオススラッシュラー、ダーッ。モンスター攻撃発動。オープケンカオススラッシュ。クソもんないわこのゲーム、クソもんないわこのゲーム、マジで。何がクリボールじゃバカ誰が。クソが。